で今回あの SNS、うん、自分はもう顔も出てるし、あ、そうなの、名前も本名も出してて、おー大したもんだ、で堂々といい度胸してるじゃないですかなのでそういったところで今回豊田さんと会ったところっていうのを今日は投稿させていただくし、うんうん、そのところで今日あの質問させていただいたことっていうのをエビデンス、うん、根拠も含めて、あと豊田さん の, あの以前投稿されている動画もちょっとリンクとして結びつけて投稿させていただきますけど、うん、いいですか。もちろんいいです。で、ある意味そういったものの情報を第三者、うん、一般的な人たち、また騙されちゃった人、うん、騙されそうになってた人、うんうんうん、もう矛盾を感じて疑問に思ってる学会員とかも含めて、うん、まあ、自分っていうものを起点として、うん、あ、今日豊田さんと会ったらこんなこと聞けたっていうのを可視化しできるというか、うんうん、他の人と情報共有できることっていうのをしたくて、うん、なるほど、お会いさせていただいたので、改めてそれ、そうだね、今日は、うん、急だったからね。そうなんですよ、ありがとうございます。でも長野からまた、ね、来て、ただそのちょっと概要、うん、ざっくりと、まあ、今回はあのそのなんか、うん、外からでも触れられる、うん、見れられる、見れるような情報を質問させていただきましたが、うん、今後はまた第2弾とまた他の人もあのもしかしたらご紹介するかもしれないんですけど、うんうんうん、あのそういった方たちも含めて、うんうん、やっぱりこうなんだろう、この日本社会もそうだし、うん、そういったなんか悲しい思いしてる人たち、うん、人生棒に振るって騙され続けちゃった人たち、うんうん、まだ気づかない人たちに対しても、うん、なんかこうなんだろう、ちょっとこう気づきを施すような、うん、あの一滴のこうなんか、うん、一部になれればなと思って、うん、素晴らしいですよね。本当によくぞね僕はもう自然召集という立場だから当然のごとく創価を、はい、あのまあ、攻めますけど、はしゃくしますけど、うん、全く一般の立場からよくぞそういうねあの熱き志を持たれたっていうのは不思議な方ですね。いや、ありがとうございます。命がけだよ、はっきり言ってね。あ、下手するとね、本当に。でも実際、うん、あの自分が今回、うん、あの自分が今回 Facebook でつながっているメンバーって、うん、実は日本全国の神道の神職さんだったりとか、あとちょっとあの政党でいうと自民党なんですけど、の議員さんだったりとか、 なるほど、あとはだから誰一人として創価学会の人間がいないんですよ。うん、もちろんそうでしょうよ。そうそう、それはそうでしょう。で、その人間の人たちに対して、うん、その人間に関しては表面上、うん、そういった矛盾点とか、うん、なんだろう、化けの皮、うん、やっぱり創価学会見せてないので、うん、自分を起点にして見せたいな、うん、知らせたいなっていうのが、実は自分の思いはありました。なるほどね。だからそのところのきっかけで、やっぱ豊田さんかなっていうのはずっと動画を見させていただいて、直接会って直接聞いて、で、うん、名前も伝えて、うん、でどこに住んでますとかも全部伝えて、うん、堂々とこうつながって会って、うん、今日こういうことをやりましたということを、うん、でまた今後、まあ、そういった直接会って機会で、うん、疑問に思っている方はあの、うん、紹介しますよとか、うんうん、っていうようなきっかけにしていきたいかなと思ってます。いやー、ぜひね、あのコラボしていきましょうよ。コラボして、ね、ぜひ。でもう紹介したい方何人もいて、やっぱり本当にそのところで命からがら、うん、もう怖がってること人とか、うん、本当に、うん、言いたくても言えない人、うん、声が上げられないという人もいて、うん、そういった人たちも豊田さんのこと、存在やっぱりネットで通じて知ってるんですよね。で、自分はそういう被害はないんですけど、やっぱ被害に遭われてる方たちはやっぱりもうなんて対人恐怖症になっちゃったりとか、自律神経失調症になっちゃったりとか、本当かわいそうな思いをしてる人っていう、そういう悪の組織である創価学会っていうのは、やっぱり日本社会からするともう前らいい加減にしろよっていうのは、本当にもうこの時代だからこそ、少子高齢化も含めて、あのもう今の時点で、一般の人にももっと広めていきたいかな。いやー、ぜひね、エビデンスをしっかり上げてもらってさ、はいはい、あの本当に法律に触れないね、うん、間違いないと、これは、うん、根拠がもうどうにもならないというのであれば、大いにそんなの世にさ、あの訴えていくべきだと思うんですよ。そうですね、うんうん。もっとそのところ、うん、今回は序章始まりに過ぎないけども、うん、はいはい、豊田さんの今までやってきたことっていうのは、うん、日本全国のいろんな方に勇気を与えてると思うんですよね。だけど直接会って、うん、それを自分でもやっぱ吸収して、うん、自分もやっぱりそういったものとは向き合って、違うぞ、うん、自分、うん、それ間違ってるぞ、うん、騙されずってるぞっていうことをちゃんと言ってあげ、言える自分にまだ形成していく自信がまだみんななかった、うん、なかったり、うんうん、なんだろう、自分もそうなりたいんだけど、豊田さんの動画しか見れなくて、直接まだお会いできてない人とか多分いっぱいいると思うんですよね。だから今回のそういったところで直接会ってる子も一人として、うん、まあ、今回のじゃあ豊田さんと会っていろんなリンクも含めて、うん、いうところで言うと、
日本全国の新職の人間、うん、自民党の人間も把握できてくるので、うんうん、その辺はやっぱり自分も狙ってこうやっていきたいし、うん、まあ、新職の方でもやっぱもう創価学会 その裏知ってる人は結構いるんですけどね、やっぱり。で、やっぱりそういうところで邪魔者とか入ってきたりとか、うん、付きまとわれたっていう人もいるし、うんうん、だけど自分にとっては何にも怖くないし、うんうん、どうぞみたいな、うん、あの自分は言いたいこと言うし、うん、そのエビデンス根拠に基づいたことっていうのを豊さんは矛盾なく点と点を結んで伝えて協議を言ってるんだから、それに対してそういった人と直接会って、うんうん、あの話聞いたっていうような事実、うん、何も間違ってないから、うん、自分は自信持っても、うん、今後もちゃんと進んでいこうかなと、うん、なるほど。じゃないと、なんだろう、人一人もそうですけど、うん、日本もそうだし、うん、世界もそうだけど、なんだろう、歪んでこう亀裂走って、その、うん、なんか良くないことが連続して起きてしまうんじゃないのかなっていう、うん、まさに今そのもう感じですよ。本当に点なんですけど、その、うん、そのなんだ、エネルギーって、うん、だけどこれこの点がどんどん膨れ上がっていくと、膨れ上がるにも膨らみ方、うん、でその内包しているエネルギーがどんなものか、うん、いいものを膨らませればいい風に広がるけども、うんうん、そういったものの何、うん、こう邪悪なものが膨れ上がれば、うんうん、そういった現象が日本全体に起きてしまう、うん、世界にも起きてしまう、うん、一個人にも起きてしまうっていうの、うん、これも踏まえて、うんうん、いやいや、その後者みたいな、うん、その悲しいことがこう連続して起きるような世界とか、うん、一個人とか日本にはしていきたくないので、うん、今後もそういうところで共存、うん、ちゃんとお互いに尊重し合って、うん、いいものをいいって言える、うんうん、でそういった騙される人を減らして、ちゃんとした平等、うん、公平さ、うん、このピラミッドの構造じゃなくて、そういうものをちゃんと広めていきたいかなって思ってます。いやー、もうなんかいい、嬉しい出会いを。いや、ありがとうございます。こちらこそですよ、ぜひ、ね、また今後も、うん、ぜひお話を聞かせていただければなと思います。いや、こっちもお願いしますわ、はい。まあ、今度はね、時間があればこの部屋をきれいにして、ちゃんとお迎えできるようにしてきますから。今日は忙しいね、ちょっと今日はね、タイト時間的タイトだったので、はい、でもよかったわ、部屋なんかきれいにしてたら初めからこの時間から始めなきゃいけなくなっちゃうから。じゃあね、次回ね、はい、いろいろ、あとリモートだって全然構わないし、一回もちゃんと行き合ってれば、はいはいはい、あとはまあリモートでね、でも大丈夫です、うん、番号は今日電話させてもらった電話番号が自分のなので、うん、であとメッセンジャー、Facebook でもお友達させていただいてるので。あ、そうなの、検索したんだけど、うん、本名で載ってる、載ってます。でもう一回じゃあね、なんかでだからそのところで、トヨタさんアカウント一つですか、 Facebook。 あ、そう、一つよ。トヨタさん、あれですよ。で、そう、まあ今日こう取り急ぎこ、ね、長野から帰ってこられて、いろいろ取り急ぎお話聞かせていただいたんですけど、うん、そう、豊田さん、その美大でこの絵とか最近投稿してるじゃないですか。あ、まあね、ちょっとね、書き出したから、ね、そう、でそれもそうだし、音楽やられてるじゃないですか、アコギの。で、俺も音楽やってるんですよ、はい、あ、そうなの。だ、そういう話とかもしたくて、なんかそういう、そのところでもやっぱり創価学会って名前が出てきて、うん、でその幼馴染以外の同級生とか幼馴染とかが釈放されて嫌な思いしたとか、うんうん、あと本当に嫌がらせ受けたとか、うん、っていうのも聞いてても、やっぱり創価学会って名前が出てきて、うん、でその話で、うん、基づいた話の時も創価学会って名前が出てきて、なんでこんなにこのな、うん、わけのわかんない名前が出てるんだろうなと思って、うんうん、調べて、豊田さん知って、うん、今に至るって感じだったので、なので、うん、なんだろう、自分ってものが何かというと、別に特に宗教家でもなければ、うんうん、ただ法律は好きなんですけど。でも助かるわ、うん、まあでも最初に協議、まあその法令の話っていうところは、まあ、裁判になった時はには必要ですけど、うん、最初にその協議の話でぶち抜いてくれたっていうのは、うん、後にその法律を構えてる人間からすると結構ありがたいですよ。ここができないんですもん。あ、そうだね、勉強してないからね、はい、そうなんですよ。基本も競技だったらもう絶対負けないからね。そこの誰が来たって、そこがなんかもう、なんだ、一人だけ突起してこう、豊田さんって誰、みんな日本全国のネットワークでも豊田さんがキョンってもう出てるんですよね。へえ、やっぱり他にもいるっちゃいるけど、なんかわけのわかんない人、うん、あとなんだろう、ちゃんと何回も豊田さんが多分いろんなところで
なんだろう討論とかしてきたがゆえに大事になっているエビデンス根拠とかっていうところに関してはまだあやふやな人が多いと思うんですよ、ね。で、あともう一つはやっぱりそのリスクを避けるために顔出ししてないと信憑性が薄れてしまう。そうだよね、はい、それは揉みますよ、はい、うん、だからそういうところでもちゃんとその今言ったような点っていうのが全部ない。要は顔出しもしてる、ね、名前も言ってる、でエビデンスに基づいて言ってる、でその競技に基づいてもう本当にその矛盾点を ついてる、うん、でそれを証拠として動画に残してる、さまざまな人たちっていうを改心させてるっていうところも含めて、やっぱり、うん、もうこれに関しても豊田さん言ってんだな、まずは。本当ありがとうございます、はい、まあ、過分なお言葉、いや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 、ありがとうございます。でも本当にこれこの今回あったことっていうのが、うん、今後そのさまざまな影響になるので、うん、このところっていうのが双方、うん、本当にもうもっと良くなる、うん、でそれを取り巻く人間ももっと良くなるといいかなって思います、ね、うんうん、本当ですよ。で日曜日かなんか松戸にいらっしゃるじゃないですか。そう、松戸に行きますね。行きますよね、うん、そういった方たちも、うん、なんか本当に勇気や、もう本当にその過去に嫌な目にあった辛いとかっていうのを思い出すのを払拭するぐらい、うん、やっぱそういってもうやっぱりみんな気づいて、それじゃダメだって声がどんどん広がるごとに、うん、そういうこうなんだろう、見えないところで悪だかみしてたりとかっていう人間たちが生きづらく社会になるし、うん、そういうのをもっとしていかないとダメだろうし、うんうん、やっぱりなんだろう、優しくて思いやりがあって、うんうんうん、本当にこう人間としてこうなんだろう、素敵なこと、うん、力がなくても、うんうん、一人でもいじめられやすくても気が弱くても、うん、恥ずかしがり屋さんでもみんな本当は尊い命だし、うん、そういった人でも嫌なものは嫌って言える社会にしないとダメだと思うんですよ、うんうん、そのためにはやっぱりどんな人でもあのみんなそういうまともな目、うん、まともな考え、うん、人間としてのっていう人たちがちゃんと集まって、うん、ちゃんと話せるっていうことをもっと増やしていきたいと思います、うん、なので今回もそのきっかけとして、そうですね、はい、じゃあ本当にね、今日はまあ本当にプロローグということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの52今回あの撮ったものは、はい、あの自由に撮って、であのアップしたら、うん、あのメッセンジャーで送ってください、ね、あ、はいはい、わかりました。それをあのリンクで貼っ付けるんで、はい、じゃあ一回が閉めますかね。はい、よかった。バッテリー、はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。よかった。